お好きなお色の方を選んでもらったら、ご参加ありがとうございます。今日は鳥の巣をイメージして花材を選んだんで、そんな感じのイメージでしていただけたらと思います。一番大事なのは見た目も大事なんですけど、やっぱりその後の管理、どんだけ長持ちしたいかっていうところが一番大事で、生きてるお花というか根の付きのね、お花なので、管理方法など一緒にご紹介しながらさせてもらいたいと思います。一番上が私のおすすめだったりします。シンフォリカリポス。ピンクとか白があるんで、皆さん何色選ばはったかどうかなと思いますけど、好きすぎて自分の結婚式の会場総花に使ったぐらいで、枝ぶりが良くて、この実がすごい可愛いんです。意外と育てやすいんで、切り花としても庭木としても育てられます。木なので、根鉢を崩すときに結構太い根が混じってますので、あまりにも太い根は触りすぎないように、細い根はちぎってもらっても大丈夫です。次、ライスフラワー。このカラーサプライズっていう品種が結構お花がちっちゃめですごい可愛い。コンパクトに育ってくれるので、こっちのね、京都の特にここ寒い地域ですけど、冬もしっかり育ってくれますし、お花が終わったらじゃあどうするかって言ったら思い切って剪定ですね。剪定しないと来年は伸び放題なだけで花つきが悪くなるので、ちゃんと剪定をして育てましょう。こちらの方も根があまりにも太いものは触らないですけど、細いものはしっかり根鉢崩してもらって大丈夫です。それからカロライナジャスミンですね。黄色のこれです。生垣とかにも使えるぐらい寒さにも強いですし、育てやすい。ただね、毒があるんですよ。なので、ワンちゃん、猫ちゃん、動物さんが食べないようにだけ気をつけておいてくださいね。ここ大事なとこです。綺麗なものには毒があるというような感じですけど、でもすごく強健で、好きなところでカットできますし、育てやすい。フェンスとかに絡ましてもいいですし、お庭のちょっとしたポイントに育てやすいお花です。今日は色を選んでいただきました。マーガレット、気に入らはりました？色大丈夫ですか？いろんな種類がね、マーガレットは出てます。今の時期すごいこう園芸店いっぱい出てくるんですけど、これもマーガレットです。はいはいはい、そう、いい株やね、これね。マーガレットはね、比較的こういうこの咲き方のこのデイジー系の形のお花の中で、ちょっと寒さには弱いんですよ。デイジーとかオステオとかローダンセマムとか似たようなお花の形があるんですけど、その中でもちょっと弱め、寒いのが弱いってことは、靴脱ぐところでいいので、玄関の中にして、寒さ避けてあげなあかんってことですね。その後はずっと外で大丈夫です。で、マーガレットは思い切って強剪定をして、来年また株を2倍3倍に大きくしてね、しっかり切ってください。アルメリアです。背高くなるのとちっちゃく育つのとあるので、色もいろいろ出ててね、すごいいいです。実は山野草でめちゃくちゃ育てやすい。葉っぱだけやったらもう年がら年中外でほったらかしで大丈夫です。こんだけ密集してますから、こう群れにちょっと弱いんで、お水をあまりにもこう顔からジャーってやりすぎて、間に水がずっと溜まってる状態やと、結構群れて中の方が黄色になってラメになりますね。お水やりは横からするのがおすすめです。リシマキアです。このミッドナイトサン、むっちゃ綺麗な色ちゃいます？渋い、すごい好きな色です。暑さの群れとか水やりの仕方を気をつける。ちょっと寒さも比較的弱いかなっていう感じ。ただ今からはもうすっごい発育旺盛で、どこでジョキジョキ切ろうがまた芽吹き、もう一回帰り咲いてくれるじゃないですけど、ほんでまた黄色いお花も咲いてくれるので、むちゃくちゃ可愛いです。お花の説明は以上です。さあやりましょう。鉢底石は、うちは日向土っていうものを鉢底石の代わりに使ってます。日向土っていうのは本来この土の中に混ぜ込めるんですけれど、水はけとかね、よくするために全部寄せ植えが終わって崩すときにまた混ぜ込めるので、鉢底石こう取り除かんでいいのですごい楽です。ぜひこれ覚えておいてください。じゃあ、日向土を穴が塞がる程度に入れてもらって、土を半分よりちょっと
と上ぐらいまで入れていきましょうか。今日はね、スタンダードと違って季節のお花をただ楽しむのに、プラスかっこよくハイセンスに植えたいので、自分が植える場所をあんまり自分がうろうろしないように、鉢もどの面を前にしようかな、それをちゃんと見る。自分が植えるときにあまり近すぎると全体が見えにくいので、ちょっと離れていつも見れるようにしてください。それから、ここをうろうろしないことやね。真ん中にマーガレットがもさりして、周りに短いお花がこう囲むようにミックスされてるように入れてあげれたら、こうちょっと巣っぽい感じになります。鉢底石の量は、とそれぞれで全然大丈夫。大丈夫なんですけど、鉢の大きさ、この花材に対しての寝床ですね。土が少なそうやな思ったら、鉢底石少なめに。このちっちゃい穴のこのここだけが隠れるように一握りだけ入れてもいいぐらいなんで、今日は陶器ですからね、通気性もいいですし、この鉢の大きさに対して8個ってどう入れんやろうってなりますでしょ。泉ガーデンしっかり根鉢を崩すのでやっていきましょうか。鉢底石は少し、こんなんで多いね。多いです。半分ぐらいにしましょう。はい。根鉢を崩すのが、カツラ向きのように崩すので、できるだけ長く保ちたいんですよね、仕上げを。マーガレットはあんまりね、お触りすぎるの嫌がるからね、指でこういう感じでこう押してちぎるんじゃなくて、押す感じです。押したら、ちょっと根が崩れていくんで、一番上の土ってやっぱ古い土ではあるので、少し取り抜く。特にこういう緑色になってるところとかはしっかり取ってく。この根の塊、太いのんと、こっちはちょっとすごい細い毛細血管のような。これは全然取ってもらってもあまり支障がないので、太い根はちょっとほぐす程度にしといてもらったら、まだまだこんなも細いですけどね。こんな感じで。できるだけこう、縦長に。崩すようにしてください。押すからちょっと根元がこう土が盛り上がってきますけど、根元のとこ土が盛りっとなってると蒸れてしまうので、こんな感じで。株に対して下の土の部分が絶対スリムであるようにしてください。株元を土から生えてるところのこの株元とこの鉢のヘリがちゃんと合うように。上のね、見栄えをね、気にしすぎたら、株元がね、いろいろずれてきます。見栄えも大事ですけど、一番大事なのは根です。しっかり育つように、ちゃんと育ってね、と思いながら植えてあげましょう。シンフォリカルフォスは木なので、根がむちゃしっかりしてます。ここまで来るのにすごい長いことね、ポットの中に張ったんやなっていう根の回り方してます。指先とかこう使って中の方の土を取り除く感じで、できるだけスリムに。団子なってますね。団子感、土感があると根が飛び出してきにくいんで、指先でほぐしてあげましょうね。ちょっと毛羽しといてあげて、ここから伸びてなみたいな感じで。これほんでまたすごい低いから、こんなぐらいで今植えたらいいので、次のお花とかを間に入れ込んで、こういう感じで植えていく感じで仕上げましょうか。この株元がちゃんと鉢のヘリにここに乗るように。シンフォリカルフォスはね、下やら上にこう、むしゃむしゃしんひんかったらほぐれないんで、しっかりほぐしてください。私は手袋はやらへんのです。根の硬さとか柔らかさがちょっとわからへんので、苔はね、すぐに繁殖してきはるんで、まあ夏とかはね、たまにつけといたらいいんですけど、ごめんなーとか言いながらほぐしてあります。根ってやっぱ外側にぐる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 巻いてますね。中の方は結構土が残ってることがあるので、中の方の土をこうちょっと取り除くような感じで、中の方がスリムになってきますからね。できるだけ指でやる方がいいので、ハサミを入れるとそこでダメになることもよくあるんです。ちぎってあげる方が良かったりもします。こんな感じで、しっかりほぐれましたかね。この時に観察して、この根が土の中に入った時に伸びてくれるやろうなっていうのを見ながら植えるようにします。シンフォリカルフォスさんもですけど、ライスフラワーさんも、マーガレットそーっと分けてあげて、キュッキュッキュッと。
こんな感じで入れてあげてください。間に2つ一緒に持って置いてあげるような感じでしてあげます。他の花材もマーガレットの間に入り込むような仕上げにして、ちょっとやってみてください。カロライナジャスミンとね、羽衣ジャスミンがすごい絡みが良いです。こんな感じで一体化にして植えてあげる。メシメシ、モリモリ。こんな感じ。理想です。細くて長い。ジャスミンも指で分けてあげて、こんな感じで入れ込んであげると。あら、かわいい。みたいな。あら、かわいい。皆さん、自分のやつ、かわいい、かわいい言うて植えてあげてくださいね。太そうなやつは置いときましょうね。はい、この辺だけ切りましょうか。伸びそうやし。こんな感じで。はい、ありがとうございます。間をそーっとこうね、分け入れてあげて、入れ込んであげる。これも正面をちょっと探してもらって、かわいいです。かわいいなと思ったら正解なんで大丈夫です。土もちょっとだけ入れましょうか。ちょっと低いね。この辺ぐらいでやりたいんで。はい、あ、いい。かわいい。いいですよ。上手。すごい匂いしません？それ。ほぐしてるとこから、株の形をちょっと見てもらったときに、パズルのような感じで、入れ込んだらちょうど一体化しそうやな、みたいな感じのところ。ここにお花がないところをジャスミンで埋める、みたいな感じで。これをもう一緒に持ってもいいですね。こうやって。ここに隙間があるんで、ここにマーガレットが来るように持って置いてあげてもいいですね。ポイントはアルメリアですよね、今日ね。アルメリアと一個だけシルバーリーフ使ってるんで、シルバーリーフがいいアクセントにお花を引き立ててくれます。白ってすごいお花をね、引き立ててくれるんで、寄せ植えとかお家で作らはるときにぼやけんなと思ったときは白を間に入れるだけで中和してくれると言いますか。根をほぐしたときに、この下からね、株見れるんってもうこの時が最後なんで、黄色い葉っぱないかなってこうくるくる回して見てあげて、今のうちに取り除いてくださいね。ピンクが結構いいアクセントになるので、斜めにならへんようにね、植えてあげましょう。ヘリからアルメリアさんの葉っぱがもりっと出るように入れてあげましょうね。かわいいね。めっちゃかわいい。石巻屋さんのこの根の感じ。ここまで来ると癒着みたいになってきてるんで、良くないです。お水吸い込むだけ、スポンジのように吸い込んで、もうこんなとこ広がってくれへんので、できるだけこの真っ白になってる量ありますよね。ポットと土の間にしかもね、生やすとこないから、こんなとこに生やさはって、根同士が癒着みたいになってくるっていう現象になっています。そういうところは人間の手で取り取って加えてあげて、杉の新しい根が伸びてくれるようにします。これは毛細血管のような細い根やね。かわいい根です。石巻屋さんはどっち向きで入れるかみたいなのもちょっと意識して、自分のスペースと相談して、こっち側やなっていうところを入れてあげてください。根の一本たりとも外にピロンと出てないように、全部ちゃんと中に入れてあげてくださいね。親指の指先をしっかり使って、ほぐすように、削るように、でね、分けたりもできますけどね、お好きにしてもらって大丈夫。根からも匂いするね、カロライナさん。毒があるので本当に何回も言いますけど気をつけましょう。手の使い方が上手になってきたら、根の一本もこうあんまりちぎらずに土だけ取れることもあるので、根を傷つけない。まあ、何かしらやっぱ根が傷ついたらこっちに影響出ますもんね。でもそれより生命力がやっぱしすごいので、それを信じて植えてあげると言いますか。こんだけ根をほぐしてるので、カヌマと赤玉をしっかり混ぜることで、スペースができますよね、土の中にね。もさもさした土だけやったら、ちぎったとか切られた根に張り付きすぎて息がしにくい感じがしますけど、間があることで根を伸ばしやすい。水吐きも良くなりますし、土と根が本当に大事になります。今からオレアリアを入れますけど、白のワンポイントってすっごい綺麗で、根の一本たりとも外に出さへんで。
ちゃんと入れてあげるわなっていう。バランスを見てて、8とのバランス同じだけ出そうかなとか、アシメトリーで出そうかなとか、そういうのも見ながら、株元がここなんで、土を下に入れてあげて、うん、入れましょう。たっぷり。鉢大きいしね、あんまり低いとね、蒸れちゃう、風通しが悪くなるんで、株元揃えるっていうのはすごい大事です。顔もしっかり見えてきますし、いいねやな。もう切りましょうか、ここから。細いし。この辺は切りましょうか。ごめんねって。ライスフラワー結構ね、触ったらすぐ首がふにゃってなってきます。どこの辺に入ったら可愛いかなと。一つたりともねをちゃんと入れてあげるよっていう感じで。マーガレットの周りにもさもさとしたこう巣のように。マーガレットがまあ週で今日はメインなので、マーガレットに対して周りに細かい系のリーフとか葉っぱ、小花、今回は選んでるんですけど、それを引き立てるような感じで入れてあげれたら最高ですね。バランスが寄ってるから、真ん中が正解でもないんですよ。本当に何が正解とかはないんで、バランス取るとしたら真ん中にこう向けにして、こう入れてあげましょうか。これは結構やっぱ大きいですね。こう向けに入れたいなと思ったら、このスペースに入るようにこう根鉢をちょっと触ってあげるっていう。こっちに出てくれるのをイメージして、根も横に向いてる方がいいので、根のほぐし方もそれに合わせて、こんな感じで。これが短くなっちゃった。そういう場合は土を足して、高さを出してあげて、こんなぐらい出てる方がお顔もしっかり見えてくれるんで、慣れないと玉ねぎ型のほぐし方になるんで、できるだけカツラ向きを意識してください。触りすぎたり嫌がる植物もあるんで、できるだけ長くスリムにって言ってるのは、鉢の中でスペースがある方が自分の好きな場所にも移動できるし、思ったように植えられるんで、基本的にはでも触ったらあかん植物、触っていい植物、いろいろあるんで、それは考えながらですね。あとは後ろからこう土を入れて、あんまり押さない方がいいです。指でしっかり誘導してあげて、一本指を使って、中の方にしっかり誘導してあげて、間がないように、倒れてくるときは中の方で土で押さえながら、いてほしいんやっていうところで、止めたい土を入れてあげたりとかすると、止まりますんで。こう向きに使いますか？この方が可愛いね。これね、めっちゃ密集してるの分かります、うん、あんまり良くないんで、うん、できるだけほぐしてあげて、毛細血管のようなのはちぎれても大丈夫なんで、こんな状態で伸びが多分悪くなると思うんで、こんな感じで。ここにちょっと入ってる方が一体化すると思うんで、こんな感じで。どうですか？いいと思います、これで。うん。お花の向きをね、しっかり自分の方に向くように、それが基本で、こうでもいいんですけれど、こういう感じで、全体的に自分の方に、つぼみとかお花がちゃんと向いてるように。おー。これが今、あっちに向いてはるから。これと、これがもうちょっと寄せると急にバランスが良くなると思う。これが今、マーガレットの影に見張って引き立ったらへんので、思い切ってこの中の方に入れません？こんなぐらい、多分急に生えてきはると思うんです。全部のお花がね、ちゃんと引き立つように。分けて入れるって怖いですけど、誘導してんのと一緒なんでね、誘引です。どうでしょう。高さがあったら、今度このバランスよく周りを出したらいいので、横幅をもっと出すと、急に上とバランス取れてくると思うんで、これもっとこう出したらいいと思いますね。横にこう伸びてる枝をうまく横に広がるように。後ろをね、埋めようと思わなくていいので、空いててもいいので、絶対良くなると思います。お、いい。めっちゃいいじゃないですか。植物への愛が感じられる。全部お顔がシヤンとしている。迷うね。色が白と茶色では違うでしょ、印象が。めっちゃいい。向きとかバッチリ。すごいね、これ。一人だけ白選ばはったから。かわいいね。ちょっと間に入れたり。枝と枝の間に土が乗ってしまわんように、それだけは気をつけといてください。めっちゃ可愛い。いいバランスよね。
上手です。パズルと一緒で、この根鉢がスポンって入るのが理想なんですよ。できるだけね、ちょっと押さずに出す方がいいですね。穴をしっかり掘ってあげて、土入れのポイントで、ここまで上手にできたのに、土入れたら、今度キュッてなったわってなるじゃないですか。思った形じゃなくなったとかなった時は、小泉ガーデンは最後まで指でギュギュ押して植えときましょうって言ってて、シャワーのお水で最後土を締めますよっていうのも言うんですけどね。こう分けて真ん中からあんまり入れない方がいいんです。できるだけ後ろとか周りから入れて、できるだけね、スコップの先端をうまく使ってもらって、土振るったらね、赤玉とカヌナとか腐葉土が浮き出てくるんで、ゴロゴロ感をちょっと取って、土のピートモス感を先に一杯だけこう先入れるんですよね。次はゴロゴロも一緒に。先端を使って、で、できるだけ、居張った場所を崩さへんように土入れをしていってあげると、押さない。髪の毛をかき上げてあげるような感じです。まず、後ろからこう、しっかり入れて、漏れるぐらいの。あとは指で、中の方にしっかり誘導していってあげてください。あまりにも大きい鉢やったり指が足りませんけど、大概の鉢はね、指でね、真ん中の方までちゃんとしっかり誘導できます。後ろから土を入れて、中の方にしっかり誘導。誘導したらまた後ろが開くので、また土入れる。押さえ込んでないので、形を整えることもできます。今度は横から。今日は土がこうやから、指をね、入れてあげたら、下の方に土が入っていてくれますからね。崩した根と鉢が直接こう当たってないように、間に必ずお布団というこの土を、直接根が当たってる場合はあんまり良くないですね。育ちが悪いです。土入れをして、もう一回こう、シュシュシュッと手直ししてあげてください。手直ししながら土を間に入れ込む感じです。私この平たいスコップが一番好きですね。カップみたいになってんのもあるんですけど、結構花落ちてしまうんで、こっちの方が私は好きです。先っぽがすごい使えるんで、全部のお花が押されてない、おしくらまんじゅう感が出てないように見てあげてください。最終調節しすぎてお花が傷んだりもしますので、土で押された部分をちょっと引き出す程度に終わらせはる方がお花のあのダメージは少ないね。触りたくなるんですけどね。これだけこっちに植わってるからこうまっすぐ向けてあげますからね。こうはやっぱ自然的には生えへんので、生えてるように植えてあげるっていうのも結構こう大事で。いいですね。保っててるというか、あ、バッチリです。うん、すごいいい感じ。ヘリを隠してあげると、すごいいい仕上がりに見えるんで、葉っぱを乗せてあげるような感じで仕上げてあげるといいですね。これだけ引っこ抜いてもいいですか？植える場所をちょっと確保です。大きいからどうしてもスペースはできてしまいますけど、少ない花材でも量を多く見せるっていうこともできるからね。寄せ植えは見た目よりもやっぱり根をしっかりね、意識しといてあげましょう。できるだけ土のスペースを見せないような仕上げにしていきます。グラグラのものは土を入れながら押さえてあげる。こんだけこうスペースがここ空いてるんで、それをこの2つでどう埋めようかなって考えながら重ねてあげます。いかがでした？やっぱこれをできるだけ隠すっていう方がむちゃよく見えるんで、いいんちゃいます？むちゃくちゃいい。